ピンポンパンポーン。ここで走ってたらブルーバードとホワイトバードが現れるって噂あったけどな。首都高最速の2台か。案外狙えそうだな。けどゴースト R が現れたとかもあったな。ベンチュラで噂された R35 か。パームシティでも噂されるところか。妙な気配を感じるけどな。あの2台、来ないわけか。出直すか。この近くでサッキが来てるな。なんだ。うわ、突っ込んできやがった。死神 GTR がお出ましってわけか。俺を狙いに、いいだろう。かかってきな。くっ、容赦ないな。この近くでパトカーかよ。何もパトカーではなさそうだな。まったく、モルガンが派手な奴らを捕まえろとか。でもお手柄だったよ。いい稼ぎになった。って、照準さは、死神にやられて全治1ヶ月みたいよ。車も修復不可能みたいだな。でも、照準さが無事でよかったけどね。ああ、そうだな。ん。どうしたの？上りから何かが来る。それってまさか。レース中とか、いや。襲われている。あいつか、追跡を許可する。気をつけて。わかりました、モルガン女帝。来た、死神だ。うわ、フォード GT のパトカーか。タスクフォースだな。そこの死神、止まりなさい。さまないと容赦なく潰す。あと、ロックダウンもな。俺もかよ、まあ。いいか、足で勝負しようぜ、タスクフォースの英雄を。ここでやるのかよ。しかし、何かがおかしいような気がする。この先頂上だけど、まさか、テッサロンのメンバーへの殲滅が目的だな。おい、そこのパトカー。こっちに協力しろ。申し訳ございません。退散させていただきます。あの野郎、後で処分するから。くらい上がれ。ロックダウン、なかなかやるな。懲りないわね、死神。とうとう来てしまったか。この先だけど、ガードレールがないみたいよ。え、ガードレールがない。まさか。ここまで来たけど、追いつけるなんてな。まさか、ここで。死神のやつ、ロックダウンを落とした。照準差と同じやり方みたいだね。ああ、そうだ。
追いかけるぞ。気をつけてね。この先下り坂で一般車がいるから、了解した。緊急入電、頂上にて死神が現れた。今英雄王が交戦中、直ちに協力をお願いする。さすが死神だな、すごいスピードだ。そのまま下ったら、パトカーがいるよ。信用してないけど足止めになるか。で、ロックダウンの裏感を直してるのか。英雄王からの頼み事をね。アンジェリかな。細工とかしてなかったけどな。まあ極秘で頼むとかありえないよな。そうだな、何を考えてるのかわからんからな。そうね、ハウスみたいにはならないと思うけどね。でも動いてないのも不思議だけどな。未来の言う通りよ、動いてないままでやるのもね。相変わらずのストリートレーサーだな。で、完成したら誰が乗るんだ。アルトリアに乗せようかなって思ってね。なるほどな、サブってから対策か。ああ、そうだな。さて仕上げるぜ。ああ、私も手伝うぞ。それじゃあレースの申し込みでもしますか。裏感を完成したようだな。どうする気。アークエンジェルとデストロンが対決するかもしれないからな。そう、それが目的なのね。あなたのチームって無敗なんでしょ。まあね、ハウスを率いるチームまで倒したわ。そのチーム、1%クラブが復活したのは知ってる。肉のチームメンバーが1%クラブのステッカーを貼っていたからね。そうか、戦うのか。相手次第と肉次第ね。なるほどな。で、そのベンチュラの化け物は、ゴースト R よ、2時間前にレースをするからね。私の依頼を受けてもらえるのか。そうよ、死神も来るみたいだからね。そうか。気をつけてな。ありがとうね。それでいいのか。なんか、倒れないような気がするわね。はい、相手でこなせるのは、気にしてくれ。パトカーが来たら対処でもいい。言われなくっても、そうするつもりだぜ。さあ、電
ンチラのレーザーを名の知れたゴーストアーム、サイリンよ。お、エンジンを変えて正解だったな。確か、未来と陸全体をエンジン組み替えたようですね。ああ、サイドスワイプってやつと戦ってみたんだけどな。サイドスワイプか、名の知れたレーザーだな。キリスと陸で対決したけど、スワイプのやつが速かったとか、ロックダウンも裏感でしたね。でもなぁ、裏感いくぐいだけどな。そういえば、アントニアの二大脳もタケルって言ってなかった。あ、そんな話ありましたね。もう決めたのですか。まあな、裏感いくぐいにするけどな。今、ヤマトと相談して帰る中じゃなかった。そうだぜ、セッティングは俺だけどな。前乗りすることになりましたね。おい、アンジンか、パトカーがどこにも来ないぜ。まあ、その不審だけど、たまに違反はやっていない。あ、いたわ、戦闘準備。了解よ。アントニア大丈夫、大丈夫です。この車には慣れてないんで。すまない、ホワイトバード。エリがホワイトバードを狙ってた。うん、スカイハイマー搭載してるのか。いや、搭載してないか。バレーマか。そうよ、なんとか倒させたけどね。ああ、そうだったな。その代わり更新金はもらったけどな。カジノキングからものすごい額でもらったそうだな。今でも更新金がずっともらってるからな。もう1000億まで行きましたね。まあな、あとの更新金はサイバトロンにも提供してるからな。なるほどね。あとはまたのフィーバーまで。ああ、カスタムとかいろいろとかかるからな。あ、エリが陸にドックオンしましたね。おまけにパトカーが2台ね。もう本格的に乗ってきたわね。やっと慣れてきましたよ、ここから。行こうね、この辺。大丈夫だ、100回も再開する情報が入った。なんとか、ほっとか。危ないわね、行く。ごめんごめん、ほっとしたら一般車に渡ってな。まあ、この先すぐに入るぞ。前方にパトカー接近よ。気をつけてね、連休的車に来る。順番を徹底的に回ってみたい。多分、どこかの強いかもしれないわね。アルトリアが来たな。やった、フラカンの本領発揮だね。はい、マスターが言ってた通りになりましたね。おまけにパトカーが近代を回ってたな。感謝する。捕まえるといいか。これで大きなフレーズができるわね。ああ、一位はレーサーだな。次はもらいましたよ。お、いいぜ。早いな、裏感行くぜ。レースを楽しむのいいか。パトカーには気をつけてね。それお前がいいのか。まあ、いいか。ここに入れないと大丈夫ですか。ルーキー、大丈夫よ。ありがとうね。さて、疲れたから退散しますか。感謝するけど、順番が消えた。また消えたのね。まあ、また現れるわね。ああ、そうだな。ああ、ジンダルが手強いってのか。手強いね。ハーフエンジェルもめっちゃ手強いわよ。まあ、パトカーが数台退化されたから。それにしても、あなたがレースに出ないって珍しいわよ。あの後、寝かしたせいで嫌がってなくってな。だから、リーダーに頼んでみたんだね。まあな、それしかなかったけどな。こっちは、超人差とは別の部署だから影響はないわ。けど退化されたパトカーとかは、超人差の部署が対応してるよな。そうだけどね。半分は上げてるけどね。さて、ソード GT が直った頃だから行くとしますか。そうね、行きましょう。さてさん、今日のコーヒー美味しかったわ。また来るかもしれないからお願いするよ。はい、ありがとうございました。すぐにマックイーンさんとトレーナーに報告しなくっちゃね。